また録画が途中で止まっちゃったんで録画のやり直し、今日は2019年9月13日12時31分今日1時からね、囲碁将棋の会があるんで大急ぎで帰らなきゃいけないんで、演奏はパスかな。今日喋ったのは朝日新聞の社会面に書いてあります、埼玉県の15歳の少年の飛び降り自殺に対して市教委がちゃんとした対応を取らなかった、教育委員会が大嘘をつきと書き残して命を絶った15歳の少年の話、16年に入学した私立中でいじめを受けてその次の年まで3度自殺を図って不登校にもらったのに、市教委は3度目の自殺未遂以降ようやくいじめがあったことを認めて第三者委員会を求めた。しかしその第三者委員会が作ったこと自体を少年側に伝えなかった。で、そういうことから非常に不信が強かったって話ですね。で、いじめ防止法というのがあって、それにはですね、いじめの訴えがあれば学校側の認識とは違っていても重大事態と捉え、調査に当たれというふうに決めているにもかかわらず、学校側教育委員会はこのいじめがあったこと自体をなかなか認めなかったし、この第三者委員会を作ったこと自体を報告してなかった、子どもたちに言ってなかった。で、こういう例はいっぱいあるって話ですね。この埼玉県だけの話じゃなくて、そして私はずっと言ってますけども教育委員会自体が学校側とか、この第三者委員会と作るんだけども、第三者委員会の作り方というのが教育委員会に近いような人間によって構成されているんで、それらを守るような組織しかな、行動しか取らない場合が多い。そしてここに書いてあるのはですね、いじめ防止に取り組む民間団体は第三者委員会のメンバーの一部を被害者側が推薦できるようにすることを求めている。これは大事なことですよね。私はもう教育委員自体を選挙で決めろというふうに言ってますけど、それはまあ実現はそう簡単なことじゃないと思います。しかしね、このいじめの第三者委員会の、この第三者委員会の中に被害者側が納得する、被害者側が推薦するような人間を入れなさいということはね、これはいじめ防止法の中に入れて決めればいいだけの話ですよね。これは簡単なことです。だからね、やるべきだと私は思いますけどね、国会委員会がするかどうか、それで全然変わってくると思いますよ。もういじめの訴えがあった場合には、もうこの今すでにいじめ防止法で決められているようにちゃんと深刻の事態と捉えて、そしてすぐに第三者委員会を作りなさい、そしてその中には被害者が納得する人間を入れなさい、それをやるだけで全然様子は変わってくると思いますけどね。そして、まだネット上で一回も報告していませんでしたけども、再来週の火曜日9月24日に、波多野駅前のエスフォルタアリーナ八王子で、ギターリサイタルやります。もう自分でリサイタル随分長いことやってなかったんでね、何十年もやってなかったんで、古典を、クラシックの曲を弾いたり、門前で歌ってる歌だったり、そして皆さんに赤とんぼとかふるさととかみんな大きな声で歌ってもらいましょうということをやろうと思っています。そしてその中で弾こうと思っている単語アンスカイという曲に関して、著作権協会に届けを出して CD の中に入れることはもうすでに了承をもらいました。それから演奏、このリサイタルの中でやることに関しても書類をファックスで送ってあるんですけども、多分これはね、
演奏会が終わってから請求書が来るみたいなシステムみたいですね。ということで、胸を張って、単語アンスカイを弾きますが、ちゃんと弾けますかという話です。まあ、技術的な問題がまだ残っていると。で、今度 CD はこのなんとかこのリサイタルまでに間に合わせて門前のトレモロという CD を作ってますけど、それに追加の曲として、この曲とかこのような踊りとか入れたいと思っています。ということで今日これぐらいしておきます。